ここのホテルですね。俺泊まってます。はい、ということでございます。じゃあ今日はスケートパーク行きます。オスロ中央駅の近くのスケートパークに行こうと思ってます。ただ路面が見ての通りウェットなんで、まあ、ただ天気は大丈夫っぽいんで行くだけ行ってみましょう。オスロまでは自走で30分ですね。電車で行くと10分15分ぐらいで、ちょっとチケットが癖があって1時間ワンゾーン乗り放題みたいな感じなんですよね。1時間だけだと絶対スケートパーク楽しめないんで、もう自走で行きます。で、片道だけだったらなんかもったいない気もするんで、なんで今日は今から自走で行ってみようと思います。で、昨日見たスケートパークもし行けたら少し行ってみようかなと思ってます。はい、昨日歩いてちょっとここで乗ってみようと思ったんで乗りたいと思います。あんまりよくわからない道で、結構この辺坂が多いんで少しこの辺だけは歩きます。まあ昨日見たスケートパークまで行けばあとはフラットってことが昨日歩いてわかったんで、そこまで歩きます。今日は午後からいろいろとオスロを回る予定があるんで、ほどほどに病院送りにならない程度に遊んで帰りましょう。なんか4月もう8とか9なのに雪が残ってるってすごいよな。まあまあまあ人がおらんのはもう100も分かっとるんだけど、路面壊滅的やな。まあでも気温が低すぎてセクション凍ってるとかじゃなさそうだから、まあなんとか。いやでもオスロならあんのかな、ワンちゃん。ランプ凍ってる、これ凍ってなかったらちょっとだけトライしたいな。お、凍ってない、すごいね。こんな感じで作ってんだ。階段もちゃんとあるし、すげえなマジで。じゃあ少し乗りましょう。まあ路面ウェットなんでめっちゃ気をつけながら乗ります。このバンクちょっと動かしてみます。さすがに向こう凍ってて入れないんで。バカおめえ、ビタビタで怖え。じゃあランプ、ちなみに僕ランプ全くできないんで、そこだけまあその下手具合を見てってもらえば、こいつ本当にランプ乗ってねえんだなってのが分かると思う。無理だ。
路面コンディション最悪っすね。そんじゃあ次のパークに行きましょう。ちなみに今9時前っすね。ちゃんとノルウェーも自転車道が整備されてる。俺いまだにノルウェーとスウェーデンの区別がたまにつかん時があるんだよな。今俺がいるのはノルウェーですね。なんかめちゃ街並み綺麗。これこっちか。どっちだろうな。アトラムの道なんだこれ。ちゃんと自転車道整備されてんのいいよな。風強い。ああ風強い。早い早い早い。はいや。早い早い。こわ。ゴー。サブ。やっぱイースターだと人本当に少ないんだな。そう、スケートパークまでたどり着いたら一応帰る道はわかるけど、たどり着けなかったらもうホテルの場所もわからんからな。スマホがないから。スケートパークにたどり着くか、たどり着けずに迷って死ぬか。これが電車でしょ。電車の近くにあった気がするんだけど、ちょ、この建物邪魔だけどさ、すごいノルウェーっぽくない？この山にさ、この白い家っていうか、これ多分まっすぐだな。でも近いぞ多分。マップで見た地形そっくりね。道カーブしてるもんね。着いた。渡っちゃおう。自転車びちゃびちゃになっちゃった。家帰ったら拭きます。やばい、あったっぽい。あったあった。うわ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 、マジで動画で見たそっくりだ。やべやべ、ここじゃなくてそっち。やべ、マジで動画で見た まんまや。えぐ、動画で見たまんまだ。やば、誰も人おらんし乾いてそうだわ。うわやべ、マジやん、動画で見たまんま。えぐ、乾いとるし、しかもえげつねー。バリテンション上がっと。やばいやばい、えぐい。よかった、ちょっとストリートめな感じのパークで乗れる。これなら俺も乗れる。これはえげつないて、めっちゃ乗れるやん。すごいおもろそうやん。そこがバンクになっとって、こっち側もバンクになってるっすね。ここをじゃあ飛び切りします。こっから撮ったらおもろいんじゃねえか。スケートパークに雪が残ってるってのもなんかいいよね。
ぜー。やーやー、背伸びしたらダメだな。ちっちゃい方から行こう。ああ晴れた。